男子部校舎女子部校舎ナム山中学校、高等学校は愛知県名古屋市小枠区屋ごとに所在し、学校法人ナム山学園が運営する私立中学校、高等学校。完全中高一貫校である。各校とも1学年の定員が200名。また、もう一つの大きな特徴として男子部及び女子部に分かれて教育を行う男女。 兵学を採用している。ナムサン大学附属小学校から学園内進学者が在籍する。男女兵学を採用している。私立中高一貫校は全国に複数校存在するが、男女別々の敷地に校舎が建てられている。ホーミニス・ディグニタティ、人間の尊厳のために、高い人格広い教養、強い責任感、式典などでは、 標準服を着用することが義務付けられているが、ブレザーなど式典にふさわしい服装であればよいと、されている。南山中学校と、南山高等学校は事実上一つのため、中学3年生を担当していた教員が受年度も、引き続き高校1年生の担当として、同一学年を受け持つ場合や、高校2年生を担当していた教員が受年度は、 中学3年生を担当しているといった具合に、教員も中学校、高等学校の壁なく移動する。男子部、女子部は、放棄上一つの学校であるため、校長は両校合わせて一人だけ設置される。なお、校長不在の際に副校長を各校設置している。南山中学校、高等学校は、男子部、女子部と分かれているが、 校舎も一ブロック離れたところにある。合格感謝式、入学式、卒業感謝、ミサクリスマス礼拝などの式典に使用。行動が改修工事中で使用できなかった時は、就業式や創立記念式典に使われたこともあった。愛知県名古屋市昭和区五軒屋町六番地に所在する中学校男子部が、鉄骨コンクリート四階建て、高等学校男子部が、 鉄筋コンクリート3階建ての校舎。中学校男支部の屋上には大型望遠鏡が据え付けられた本格的な天文台がある。2005年の夏季休暇時に耐震補強工事を実施した。ドラマのロケにも一度ならず使用されている。各種集会や行動着席のための整列の打授業でも使われる。昼休み中は生徒で賑わう。地面は人工芝で。 テニス用のコートが4面描かれている。放課後は公式、軟式テニス部が使用する。男子部の校舎と道を挟んだ向かい側に位置する。非常に広大なグラウンドで、主に陸上競技部、野球部、ラグビー部、サッカー部、アメフト部が共同使用している。体育各部は日々努力し、今後の活躍が望まれている。女子部と共有している。 男子部の敷地内に所在する。約1200人収容の大行動では修行、就業式はもちろん、文化祭や創立記念の公演、合唱コンクールなどにも使用される。1984年にマザー・テレサも登壇した。公演を聴講するのに最も適した座席配列になっている。映画、僕の初恋を君に捧ぐにも使用された。 2018年頃から2020年春にかけて改修工事が行われた。25メートル8レーンの室内競技用プール。水泳部の大会にも使用される。1932年に中央棟完成。一時期南山大学が使用していた時期もある。現在の南山国際中学校、高等学校の前身である。 南山学園帰国子女特別学級の校舎として使用された後、現在南山学園事務局と育友会が事務所として使用。南山学園資料室などもある。文化庁登録有形文化財と名古屋市都市、景観重要建築物に指定されている。プールと同時に作られた。バスケットボール用フロアや、卓球場、柔道場はもちろん、音楽室や、 トレーニングルーム、シャワー室、入浴場、洗濯機など充実した設備がある。地下1階地上2階建て。昔、小神学校があった空き地に作った3面のオムニコート。通称、アーノルドコート。ナム山学園の母体である、カトリック信玄修道会、創設者、アーノルド・ヤンセン神父の功績を称えて名付けられた。女子部、男子部教養。 学校法人ナム山学園が保有するコートだったが、丸紅に売却2005年度に買い戻した。オムニコート2面。学校法人ナム山学園が買い戻したのは、ナム山大学附属小学校校舎を建設するためで、ある。南山中学校、高等学校男子部では、毎年9月第4週の土曜日、日曜日に、一般来場者が参加可能な文化祭を行う。 国際平和に関係するシンポジウムを行ってきた。ありがとうございます。